夜更かしするなんていけない子ね、ソウスケ。私が起きるの手伝ってあげようか。同じベッドで眠って起こしてあげる。目が覚めたら私がいるなんて幸せだと思わない？え、急に女になるなよ。ロキコちゃん。ロキコ、西野先輩、いつの間に命名してたんですか？ソウスケ、返事は？私と一緒に寝てくれないの？寝る？あ、ダメだ。永遠の眠りにつくぞ、これ。ロキ、そこまで。もっぺん台本読んでこい。はい。ああ、来たか。高岡さん、彼らは転校生、演劇部志望らしい。なんだよ、じっと見て。やるか？やるのか？やらなくていい。派手だな、悪くない。で、芝居の経験があると聞いてるが。ああ、人間の時間で言うと2、3年といったところか。短いな。まあいい、入部しろ。神楽、しばらくこいつらの面倒を見ろ。でも、やりたいと思った。俺、またロキと二人芝居をやりたい。そう来なくちゃ。よかった。前回ちょっと危ういところあったし、加納が次もやりたいって言うかどうか正直ビビってたんだよ。うん、よかった。楽しみだね、リツ。はい、西野先輩、演目は？ただいま発表いたします。ジャガ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 。ああ、あれか。貧乏人が王妃になり上がる話。身も蓋も皆無。なんだよ、龍崎のやつ。俺のことじっと見やがって。惚れたか？龍崎先生に限ってそれはないと思うけど。よし。チャイムも鳴ったことだし、俺の持ち時間はここまで。ああ、カノ、放課後俺んとこ来い。演劇部宛てになんか段ボールが届いてる。正直言って邪魔だ。はい、わかりました。段ボール？虹掛高校。そう、俳優兼演出家の高岡浩が特別顧問についてる。あそこの演劇部ってあれだろ、今大人気な若手俳優の神楽ゆきと、あの神楽がいるって話題になってた。神楽ゆきとってルーク&エリックで真宙と共演してたあの神楽ゆきとのこと？朝劇にも出てたから僕ちょっとファンなんだよ。最近 CM でもよく見ますよね。あと映画にも何作か出てたはず。売れっ子だね。そんなに忙しいのに高校の演劇部でも活動しているのか、すごいな。高岡浩に神楽ゆきと、控えめに言っても勝ち目全然なさすぎじゃない？あ、段階を踏まずすみません。驚かせてしまいましたよね。正直、自分の目を疑ってる。君たちは何なんだ？
俺は夢を見ているの？夢ではありませんよ。トール、あなたから説明を。ああ、ユキトにはいろいろと協力してもらわなきゃいけないからな。理解できるよう頑張るから、ちゃんと説明してくれないかな。ああ、俺たちは人間じゃない。お前らが言うところの北欧神話の神ってやつだ。え？神楽ユキト、お前と一緒に芝居をやりに来た。姫、こんなところにいらっしゃったのですか？よかった、カノオ、ちゃんとセリフ言えてるな。はい、ゲネやってよかったです。次はロキの出番。ん？あ、リツ、どうしたの？あいつ、舞台袖で笑ってます。まさか。よっと。なんで急にロキコちゃんが袖で変身したまま舞台に出た。もう止めようがない。ロキ、ここにいたんだね。やっと見つけたよ。会えてよかった。ふん、俺は別に会いたくなかったぞ。別に、俺が会いたくて会いに来たんだから。